ポーランドのメシアニズム哲学者、数学者、物理学者、発明家、法律家、経済学者としても活動した。出生時の生はハーネーだったが、1815年に自ら改正している。生はロンスキー、またはロンスキーとも表記され、線形微分方程式の理論におけるロンスキー行列式に名を残している。父は、 チェコ出身で西ポーランドのポズナンで建築家をしていた。ユゼフはポズナン及びワルシャワで教育を受けた。1794年、タデウシコシチュシコの法規に砲兵として参加して捕らえられ、1797年までロシア陸軍に残った。1798年、中佐の地位を辞し、1800年までドイツで学んだ後、マルセイユでポーランド解放軍に参加。 そこで科学及び学問の研究に励み、独自の哲学的体系にたどり着く。10年後パリに移り、亡くなるまでそこで過ごした。パリでは生活物資にも事欠く石品だった。彼は自分の考えの不滅性を確信し、それを万人に知らせるため、フランス語で書いた。彼自身のことによれば、彼はポーランドのためにフランスで文章を書いた。 数百の作品を発表し、さらに多くの趣向を残している。75歳で亡くなるとき、全能の神よ、私はまだ言いたいことがあるのだ。と叫んだという。科学においては、ハーネー・エブロンスキーは自らに壮大な作業を課した。すなわち、哲学、数学、天文学、テクノロジーの完全な改革である。彼は、哲学体系を構築しただけでなく、 それを政治、歴史、経済、法律、心理学、音楽、教育学に応用しようとした。彼は人類の知識体系を絶対的、すなわち究極の方法で再構築することを熱望していた。1803年、マルセイユの天文台で働き、宇宙の構造や起源について多数の複雑な理論を生み出し始めた。この頃彼は当時の主な科学者や、 数学者と信仰を持ち、天文台でもよく尊敬される存在だった。1910年、それまでの研究結果をまとめた分厚い本を出版した。それは科学や数学のすべての新しい基盤と彼が考える内容だった。彼の理論は数比術的で数とその特性が全宇宙の万物の根源的な基盤だと考えていた。 その主張はほとんど受け入れられることがなく、彼の研究と理論は壮大なクズとして退りけられた。しかし、著名な科学者と信仰していたために、典型的な上記を一した理論よりも注目を集め、数学者、ジョゼフルイ・イラグランジュのレビューを受けさえした。その後の論争の結果、彼は天文台を離れざるを得なくなった。間もなく彼は数学に哲学を適用する方向に転換した。 1812年、彼はパオロ・ルフィニの近所の内容を直接否定し、すべての方程式には大数的解があるとした論文を発表した。後にルフィニの方が正しいことが判明している。その後も様々な分野に手を出したが、いずれも失敗している。当時としては、奇想天外な無限機動風の乗り物を設計し、 鉄道を置換するものとしたが、それを実現するための資金を提供するものは現れなかった。1819年、イングランドに渡って、英国経度委員会から会場での経度を測定する装置の開発資金を得ようとした。なんとかして委員会に提案書を提出したものの、そのオンザ・ロンジェトゥードという提案書は一般論に終始していて、具体的な装置についての計画を含んでおらず、 委員会から援助を得ることはできなかった。その後も数年イングランドに泊まり、1821年にロンドンで数学の入門書を出版。これで財政状況が若干良くなった。1822年フランスに戻り、数学と奇想天外な研究を再開したが、学会からは軽蔑され、貧困に苦しんだ。数比術的理論の構築と同時に、 永久期間を作ろうと試みたり、遠赤問題を解こうとしたり、未来を予知する機会を作ろうとしたりといった無駄な努力に時間を費やした。1852年、亡くなる少し前に彼を信奉するエリファス・レビに出会った。レビは、ハーネー・ブロンスキーの著作に大きな影響を受けている。1853年、パリ近郊のヌイシュル・セーヌで死去。 フェリックス・バロットンによる肖像画存命中は、その業績は全てナンセンスだとして退りけられていたが、後にその一部に対して好意的な見方がなされるようになってきた。彼の壮大な主張のほとんどは、実のところ根拠がないが、数学に関する業績は、深い洞察と重要な中間的結果を含んでいる。特に級数についての業績が重要である。 彼はラグランジュが無限級数を使っていることを強く批判し、代わりに関数のための斬新な級数展開を導入した。彼のラグランジュ批判の多くは根拠がないが、ハーネー・ウロンスキーが級数に使った係数は、その死後に重要な意味を持つようになり、ロンスキアンと呼ばれる行列式を生み出す元となった。ロンスキアンという名称は1882年、トーマス・ミワが名付けた。 ハーネー・ウロンスキーの業績のレベルとその視野の広さから、ハーネー・ウロンスキーは19世紀初期のヨーロッパ刑事上学の第一人者とされている。しかし、彼の思想は、抽象的すぎ、形式的すぎ、曖昧で、使用する言語が母国語でなかったこと、限りない自信にあふれていたこと、妥協しない態度などから、阻害されてしまった。彼は、ポーランド刑事上学者の元祖だが、 ポーランドを代表する、刑事上学者ではない。ボロディーン、ブガー異変、センダケン山崎登役、世界数学者人名辞典、大竹出版、1996年 ISBN 978から48億7186万376では、ロンスキーである。ありがとうございます。